こんにちは、かちゃんです。つむぎです。今日は鬼滅の刃の格好してますね。前回の動画で善逸になったと思うんですけど、なんとつむちゃんも同じあやちゃんにね、僕はあやちゃんにやってもらったんですけど、ねずこになりました。髪の毛染めてもらいました。ねずこヘア、ちょっとね、赤い感じのグラデーションにしてもらいました、うん、おしゃべりねずこちゃん。はい、そうです。今日は何をするかというと、僕たち鬼殺隊は鬼を倒すことが仕事。鬼を倒そうと思うんですけど、巨大鬼を倒します。もう人を30人ぐらい食べてる血鬼術を使える鬼ですね。もうそれは鬼とか気持ち悪いし、あんまり触れたくないんだけど、でもあんま強くないしさ、そこはねずこちゃんに。あれだね、善逸ねずこのためだったら命がけで守るよね。そうだよ、頑張っていただかないと。今回戦う巨大鬼なんですけど、鬼まんじゅう、僕たちの地元僕地元じゃないけど半分地元、まあ第二のふるさと、うん、東海地方、名古屋なのかな。ではもう有名なおまんじゅうがあるんですよね。名前の由来は諸説あるが、表面にいくつもさつまいもの角切りが見える様子がゴツゴツして鬼やその金棒を連想させること、戦前は今より黒っぽい色で鬼のような不気味さがあったこと。おお、なるほど。あ、鬼だ。これは退治せないと。退治します、まあ、みんなも見たことないと思うので、今回はその鬼を作るっていうのもね、おかしいことですけど、鬼は人を食べるじゃん。はい。人は鬼を食べないじゃん。はい。なんか新しいパワーを得るかもよ。ではまず鬼を、もう普通に間違えた。さつまいも、さつまいもの皮を切っていきます。はい。で、さつまいもの皮なんですけど、まあ、日輪刀で切るとあんまり良くないので。ここはね、安全に普通に家庭用の包丁を使います。はい。鱗滝さんの弟子は狐の面が目印でさ、ずっと鬼が殺してたんでしょ。あれ悲しい話だよね。やばいよあれは。鱗滝さんがさ、切なすぎる、あのストーリーは。ね、鱗滝さんいい人。怖い怖い。失礼しました。角切りしていきましょう。1センチ角だって。えい、切れた。見て、切れたよ。本当だ、大きい岩が割れた。これで、ね、最終選考に行けるね。でかいんですけど。いいって、大丈夫だって。火通らないんだよ。通る通る通る。お腹壊すんだよ。大丈夫だって。そんな細かく切ってもあれだよ、わかへんよ。なんか鬼も、鬼まんじゅうってさ、そんななんかさつまいもちっちゃかったですかっていう気持ちなんだけど。巨大をイメージさ、これでいいかもしれないけどさ、うん、普通の鬼まんじゅうのサイズでさ、うん、これ結構でかいよ、ほら。そう、でも私愛知県で食べてたが、鬼まんじゅう結構さつまいもでかかった気がするんですよね。もし愛知県の方いたらよかったらぜひ教えてください。はい、はい、クッキングシートで水分取っていくんですけど、ないのでティッシュで取ります。で、これで砂糖漬けにするんだっけ。うん、できました。はい、善逸頑張って。そうだ、もう忘れてた、そのこと。雷の呼吸一の方、霹靂一閃。はい、パス。はい、ありがとう。水の呼吸一の方。そう、30分経ったので、はい、これいっぱいに作ろう。一個こうドカンと。オッケー。これで蒸していきたいと思います。はい、鬼完成しました。食べましょう。はい、食べましょう。日輪刀持ってくるね。はい、日輪刀いただきます。いただきます。待って、目つぶって切れば多分いける。雷の呼吸一の方、霹靂一閃。いや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 、ないの。そうだよ、びっくりしたよ。いただきます。いただきます。ん、美味しいの。うん、鬼まんじゅう好きだったんだよね。こんなような味だった気がする。鬼まんじゅうってまあ人気といえば人気だけど、うん、昨日もほらキョンクマハウスで知ってる人少なかったじゃん、うんうん、てかいなかったじゃん、うん、ってなるとさ、このサイズの鬼まんじゅう作ったの初めてじゃない。かもしれない。可能性ありそうじゃない、うん、もしかしたらギネスですよ。おお、
ギネス級の鬼を今倒しているかもしれない。うん、もう結構食べ進めた私。すごっ、もうどんどん倒してってるよ。ケッケケツバッケツ、ケッケケツって言ってたけど大丈夫？ケッケケツバッケツ、あ、頼む善逸。1の方引き力一戦目閉じてるから分かんないと思う。しかも声小さすぎる。なんか声張る、なんかあの声さ、ささやき声じゃん。バッケツ。今つむちゃんのお腹はまだ2割しか減ってない音がする。大いなる間違いだ。通常のビタミン C 熱に弱いってこれ有名じゃん、うん、さつまいもに含まれるビタミン C は熱に強い特性があると言われてる。だからもうビタミン C やっぱり、あと、うん、あとはカリウム。カリウムめっちゃいいじゃん。あれこれなんか聞いたことある、アントシアニン。あ、ビタミン E もある。うん、素晴らしい。さつまいもカロリー低いんだって。脂肪がつきにくい体になる。おお、さつまいもは低 GI 食品。うん、だからこれが高いと血糖値が上がるため体の負担を大きく肥満につながりやすい。うん、これが低いのは、うん、糖の吸収が穏やかであり、うん、体に脂肪がつきにくい。だって全部食べる？あら、こんだけ。こんだけ買ってたの？あ、善逸ね。私これ食べるよ。善逸呼び捨て。じゃあねずこちゃんそれ食べて。うん、もうお腹いっぱいだよ、食べれないよ。いいそうじゃない、これぐらい。明日も明後日もご飯食べれなくなっちゃうよ。あれ、鬼がいない。あ、鬼が残ってる。鬼が残ってるよ。あ、鬼が気持ち悪い。いや、やだ、やりたくない。食べれない。演技とかじゃなくて本当に食べれない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねずこちゃん一人で鬼をやっつけたの？グーって言っちゃう。ありがとうございます、ありがとうございます。僕が鬼だっていうの。はい、ということで地元と半分地元鬼まんじゅう食べました。イエーイ。これを機にちょっと鬼まんじゅうも広まるといいね。うん、美味しいのでね、うん、見かけたら食べてみてください。食べてみてください。行った時のお土産とかに。僕善逸になった動画上がってると思うんですけど、つむちゃんがねずこになった動画もあるので、そちらはぜひ動画の最後に貼っておくので、ぜひ見に行ってみてください。バイバーイ。バイバーイ。